竹市船団は太平洋戦争中に存在した日本軍の護送船団の一つである。竹市船団は竹輸送と呼ばれた一連の緊急輸送作戦の最初のもので第35師団と第32師団をフィリピンと西部ニューギニアに輸送する任務を負い、1944年4月下旬に上海を出港した。多数の護衛艦,艦艇が配備されていたにもかかわらず、 4月26と5月6日にアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、4隻の輸送船が沈没3200名以上の日本兵が戦死した。残存船団は目的地を変更し、ハルマヘラ島に人員と物資を揚陸した。竹市船団の失敗は大本命に多大な衝撃を与え、戦略的に大きな影響を及ぼした。 二つの師団が目的地にたどり着けなかったため、日本の大本営は防衛線を 950km 以上も後退させる決断をすることになった。また、いずれの師団とも大きな打撃を受けており、後に進行してきたアメリカ陸軍部隊と戦ったものの、ほとんど戦局に寄与することができずに終わった。1943年9月、日本海軍と 日本陸軍は絶対国防圏と称する防衛線の設定に合意した。絶対国防圏はマリアナ諸島からカロリン諸島を経由して西部ニューギニアのヘルビング湾からバンダ海とフローレス海までを最前線と定めた。この時点では防衛線に陸軍部隊はほとんど配備されていなかったため中国戦線と満州から部隊を輸送して 航空基地の防衛に充てる計画であった。豚輸送は1944年3月以降、本格化した。中部太平洋方面への増援作戦は、松輸送、豪北方面への増援作戦は、竹輸送と命名された。これらの故障は、日本で縁起の良いとされた3種の植物、松竹梅に由来する。ドイツの封鎖突破戦 柳船が成功を収めたことにもあやかっている。しかし、船舶不足から増援部隊の輸送は遅れていた。中部太平洋方面の防備が最優先とされたため、特に豪北方面へ配備予定の部隊が後回しになり、1944年4月になっても中国に残っていた。中部太平洋方面への増援作戦は当初の予定通り順調に進んだ。 遅れていた後北方面への増援作戦が加速されたきっかけは1944年3月末のホーランジア空襲とパラオダイ空襲での被害であった。東条秀樹参謀総長は情勢の変転に即応する一例一同主義によって兵団の派遣先変更を盛んに行った。西部ニューギニアやフィリピン南部への連合軍の急進撃を恐れた。 大本営は、4月4日、パラオ行きを予定していた第35師団の第2次、輸送部隊を、西部ニューギニアの間のクワリへ、ハルマヘラ島行きを予定していた第32師団を、フィリピン南部のミンダナオ島へと送ることにした。4月9日に大本営は、竹戦団輸送作戦を発令し、この2個師団を運ぶ竹一戦団が、上海で編成された。 この二個師団は1939年に編成されたもので、これまで日中戦争で戦歴を積んでいた。竹一戦団というのは竹戦団の一回目の意味である。なお、第35師団の三個不評連隊のうち不評、第219連隊は師団司令部と共に第一次輸送を舞台とされ、松輸送の東松五号戦団に乗って4月初旬に、 先発、同月下旬に無傷で、パラオへと進出している。さらに、大本営は4月10日頃になって、再び計画を変更し、第32師団を、当初の予定通りのハルマヘラ島に送ることにした。大本営は、前線への部隊の会場輸送が次第に困難になっていることに頭を痛め、これ以降に予定していた絶対国防圏への増援部隊は、 連合軍の進行前に間に合わない可能性があると考え始めていた。そこで第32師団を民ナオ島よりも緊急性が高い豪北方面の第2軍への増援に当てることに決めたのである。正式な目的地変更は戦団出港後の4月25日に発令された。1944年初頭まで連合軍の潜水艦は 多数の日本の艦船を沈めていた。連合軍潜水艦の作戦には、ウルトラ情報と呼ばれる通信解析や暗号解読などの資源との貢献が大きかった。日本海軍は、護送船団の位置や航路情報を日常的に電波発信していたため、これを傍受した連合国側の海軍指揮官は、攻撃目標の存在を潜水艦に教えることができた。 連合軍の潜水艦部隊は有利な迎撃地点を自由に選ぶことができたのである。カジオカ・サダミチ少将日本海軍の対潜水艦戦術の遅れも日本戦の大きな損害の一因であった。戦前から太平洋戦争前半の日本海軍は潜水艦からの通商保護を重視しておらず、1943年に至るまでは、 五層船団の編成もあまり行っていなかった。船団が編成されなかったのは、編成待ちや高校速度調整による、稼業率低下を嫌ったためでもあった。1943年後半になって、通商保護を担当する、海上護衛総司令部が創設され、五層船団の編成と護衛戦術の研究が本格化した。 1944年2月の激しい輸送船被害を見て日本海軍は護送船団の運用方針を変更することにした。2月の潜水艦及び航空機による輸送船被害は日本の保有商船の1割を超える甚大なものになっていた。その中にはマリアナ諸島やカロリン諸島行きの軍隊輸送船も相当数含まれていた。 海上護衛総司令部の採用したのは大船団方式で従来の輸送船5隻程度の護送船団を10隻から20隻を集めた日本船団としては大規模な編成へと切り替えることになった。大船団方式の利点はより多くの護衛艦を船団につけることができ、また船団数を減らすことで被発見率を下げられることにあった。翌3月には 日本船の被害は減少し、日本海軍では新方式の効果があったと判断していた。しかし、戦後のアメリカ海軍関係者の説明によると、潜水艦の一部が通称破壊任務から外され、空母機動部隊の支援に回されていたためであった。なお、日本側の海上護衛操司令部でも通信解析の結果から、 作戦中のアメリカ軍潜水艦の配置外が生じたことも一因でやろうとは推定していた。1944年4月には主に松輸送用として特設護衛戦団司令部の編成も行われた。この特設護衛戦団司令部は戦団指揮官を務める高級海軍士官を用意しておくための制度で司令官だけの司令部を常設にしておき、 戦団編成時に適当な参謀と護衛官邸をた部隊から集めて、組み合わせようという構想であった。しかし、実際には、戦団運用や対戦戦術に精通した人材は、全くいなかった。また、県政の実戦兵力や参謀を持たないために、普段から、共同作戦に慣れておくことはできず、有機的な戦力発揮が、難しい弱点も抱えていた。 竹市船団では、2個の重要手段を運ぶために、大型の輸送船9隻が集められ、特に強力な護衛部隊も付けられた。船団指揮官に選ばれた、カジオカ・サダミチ少将は、ウェイク島の戦いなどに参加した経験豊かな、提督であった。大会指第363号に基づいて、用意された、護衛部隊は、特設護衛船団司令部の一つとして、新編成の、 第6護衛船団司令部と、機関となる、石炭燃料の旧式旧設網艦、白鷹のほか、駆逐艦三隻程度、解剖艦や苦戦艇などの各種小艦艇で構成された。品方面艦隊も小艦艇を派遣した。護衛艦艇は、経営値マニラの前後で大幅に入れ替えられることになっており、これは、大会指第363号では、マニラ異北が、 海上護衛総司令部の担当区域、イナンは、連合艦隊の担当区域と分担されたためであった。アメリカ潜水艦、ジャック。竹チ船団は、上海から、経由地マニラへ向けて4月21日に出航した。この時の編成は輸送船15隻と、護衛の急接網艦、白鷹以下、駆逐艦3隻、解剖艦3隻、その他6隻であった。 輸送船は、第32師団用に5隻、第35師団用に3隻が割り当てられ、他マニラまで同行する船が7隻あった。ニコ師団以外に、海軍の第107、第108防空隊などが乗船している。大本営は、竹市船団は4月27日マニラ機、5月3日、春マヘラ機、マノクアリ地区への展開は5月7日から10日と予測した。 連合軍のシギント機関は、竹市船団の出航を知らせる暗号無電の解読に成功しており、通信解析により、船団の進路が南であることも察知した。シギント情報に基づき、アメリカ海軍の潜水艦ジャックが竹市船団へと、向かい、4月26日午前、ルソン島北西沖で目標を発見した。 ジャックの艦長のトミーダイカー中佐は攻撃位置へ、軌道を試みたが、日本の潜水艦が現れて回避しなければならず、失敗した。数分後、日本の航空機がジャックを発見して、攻撃を加えたが、船団は特に進路を変えようとはしなかった。ジャックは急接網艦白鷹の煙突から出る肺炎を目印にして、昼頃には再び船団に接触することができた。 日没1時間前に、ジャックも浮上して、攻撃を仕掛けようとしたが、またも日本軍機に攻撃されてしまい先行せざるを得なかった。日没後に、もう一度浮上攻撃を仕掛けたジャックは、月も沈んだ闇の中で今回は、攻撃を成功させた。日本の護衛艦,艦艇の警戒が厳重で、戦団内部への侵入は困難だったため、ジャックは長距離から賛成者。 合計19発の魚雷を船が密集しているあたりへ打ち込んだ。その結果、貨物船、第1吉田丸が、ひかみなりして合沈した。同船には、第32師団の内不評、第210連隊主力など、約3500名が乗船しており、連隊長の小池康政大祭下2500名以上が戦死。軍機も海没した。 その他の船は4月27日にマニラへと入港した。なお、アメリカ海軍の資料では別に一隻の輸送船を損傷させたとしている。アメリカ潜水艦ガーナード。5月1日、竹一船団はニューギニアへ向けてマニラを出発した。沈没した第一吉田丸の大船として、三カ海丸が引き続き参加することになり、 輸送船8隻を、旧接毛艦白鷹と駆逐艦3隻、小海艇など5隻が護衛していた。白鷹乗組員の改装では、不接艦青鷹も船団に加わっていたという。船団は、第3、南遣い艦隊が重要船団用に用意していた。これまで使ったことがなく、従って、待ち伏せの恐れもないはずの安全と期待された航路を、たどった。 アメリカの資ンと機関は、日本側の予想に反し、再び船団の動向を掴んでいた。5月2日には、分析担当官は、船団の規模について、輸送船9隻と護衛艦7隻で、第32師団と第35師団を輸送中であると推定していた。また、日本陸軍の船舶通信を暗号解読した結果、 船団の航路や速度、目的地、正午ごとの位置まで分かっていた。この波は、ずれたインテリジェンスの成果は5月2日に担当司令部に届けられ、アメリカ海軍の潜水艦部隊が待ち伏せの配置に付けられた。駆逐艦、サミダレ乗組員の改装によれば、サミダレは5月4日に、ホロ水道で合流した。5月6日、 竹一船団は強烈な潜水艦の襲撃に見舞われた。そこにはアメリカの潜水艦ガーナードがセレベス海のスラウェシ島北東端付近の地点で日本船団を待ち伏せていた。ガーナードの艦長のハーブ・アンドリュース中佐は航空機を警戒して先行襲撃することにし4時間かけて射点に着くと2隻の船に対して6発ずつの魚雷を発射した。 第一聖車では一発だけが、目標に命中し、第二聖車は狙った船には当たらず、ただ一発は別の船に当たった。アンドリュース中佐は艦を回凍させると、後部発射艦からも、魚雷を放ち、3隻目の輸送船を仕留めた。日本駆逐艦の一隻が反撃に向かってきたため、ガーナードは攻撃を終えた。その駆逐艦は100発以上の爆雷を投下したが、 高速航行したままだったのでソナーを有効に使えておらず、ガーナードには損害はなかった。日本側は陸軍第7飛行士団の99式、総発系爆撃機1機と99式軍偵察機3機を飛ばして対戦警戒中だったが、被害を受けるまでガーナードを探知することはできなかった。二時間後にガーナードが潜望鏡で確認すると日本側は、 兵員と物資の救助作業の真っ最中であった。その夜、ガーナードは損傷して、航行不能になりながらも浮いていた、輸送船の一隻を来撃している。以上のガーナードの来撃で沈んだのは、なりした順に、貨物船天津山丸、輸送船アテーマルと、田島丸であった。幸い、瞬時に沈没したのは、アテーマルだけであったこと、第一吉田丸の被害に懲りて、 小銃や不評法まで事前にいかだにくくりつける徹底した対策をしていたことから、沈没参戦合計8500名中約85%が救助された。生存者は護衛官邸に救助され、さみだれに至っては駆逐艦一隻に約2700名の陸兵が乗り込んだという。人的損害は計700名弱で済んだものの、やはり物資の多くは、 海没してしまった。大損害を受けた竹市船団は輸送船5隻になり、スラウェシ島北端のバンカ博地へ一旦退避した。5月8日午前7時、バンカ博地を出発した。5月9日、ハルマヘラ島のアシレへと入港した。大本営は、作戦続行を断念し、兵員と物資はすべてワシレで揚陸された。駆逐艦3隻は、護衛任務を解かれ、 バリクパパンへ向かった。戦団は5月13日に、我氏を出発、マニラへと引き返した。袋では、損害はなく、5月20日に、マニラに到着した。5月21日、大会指第382号により、護衛部隊は解散した。竹市戦団への攻撃は、第32師団と、第35師団の戦力を大きく削いだ。 第32師団の不評は9個大隊が5個大隊に、砲兵は4個大隊が1個大隊半に減った。すなわち、第32師団の戦力は、不評2個連隊、第35師団は、不評4個大隊機関になった。第35師団の砲兵は、ほぼ壊滅状態であった。竹市戦団の壊滅は、日本の指導者たちに、もはや西部ニューギニアへの増援は、 不可能だということを知らしめた。第二方面軍司令官のアナンコレチカ大将は、戦団の残存戦で、第35師団を予定通りニューギニアへ輸送するよう、要望していたが、大本営はこれを受け入れず、記述のように、春間ヘラまでで輸送は中止された。竹一戦団の失敗は、絶対国防圏の修正にもつながった。第一吉田丸遭難を知った。 大本営は5月2日に絶対国防圏の前沿拠点だったサルミ及び美役島を絶対確保の対象から除外し、時給戦地区へと格下げした。その後も被害が続出したため、大本営海軍部はマノクワリへの護衛輸送は困難との見解を表明し、5月9日、マノクワリ及びヘルビン部ワン一体も時給戦地区へ格下げが決まった。 ニューギニア方面での新たな絶対防衛線は、ソロンとハルマヘラ島を結ぶ線へと交代することになった。これは、3月の計画に比べて 950km 以上の戦略的撤退であった。アナン第二方面軍司令官は、この決定にも反発し、中央の意向に関わらずヘルビング案を支出すべき旨の、方面軍命令を5月12日に発するなど、 大本営や港田軍との深刻な対立を生じた。6月、竹市船団の行動が、なぜ探知されたのかを調査するため日本海軍の参謀たちがマニラへ派遣された。彼らは暗号解読はされていないと信じており、原因は他に求められた。代わりに、原因として挙げられた事情としては、通信量増加により、船団の行動が察知されたこと、 マニラ所在の士官の一人が偶発的に情報漏洩してしまったこと、マニラ公安労働者に潜入したスパイが、船団の編成や目的地などを通報していたことなどがある。最終的に、スパイによる通報が原因であると結論付けられてしまい、日本の軍事暗号が変更されることはなかった。竹市船団号も増援部隊や軍需物資の輸送のため、 ハルマヘラ島までの竹輸送は続けられた。竹2戦団は5月15日に、ハルマヘラ島、ワシレキ、竹4戦団は6月5日にワシレキ、竹5戦団は6月13日に、ハルマヘラ島ガレラを経由してワシレキと、損害なく到着できた例が多い。しかし、5月19日に、セブ島を発した竹3戦団は5月22日と23日に、 アメリカの2隻の潜水艦、0、セロの魚雷攻撃を受け、天平丸など輸送船2隻が沈没し1隻が損傷している。竹1船団で運ばれた第32師団と第35師団は、その後にアメリカ陸軍と交戦することになった。第35師団は、5月に、ハルマヘラからソロンへと、海軍艦艇で進出した。 同士団の内パラを経由した別道の一個連隊も4月にニューギニアへと無事に到着できている。第35師団は美役島の戦いとサンサポールの戦いに霊下部隊が参加したが敗れ、主力はフォーヘルコップ半島を守備して敵中に孤立したまま終戦を迎えた。第32師団の方はそのままハルマヘラ島の中流部隊となった。 隣島のモロタイ島にアメリカ軍が上陸すると1944年9月から10月にかけて多くの部隊を逆上陸させて反撃を試みたが大損害を被る結果に終わった。1944年の5月末から6月には再びのニューギニア方面への輸送作戦である今作戦が行われたが全て失敗した。ありがとうございます。